はい、どうも、1717181です。今日は、ですね、自作ゲームの実況プレイということで、赤い虫が這い回る様を見よというゲームを実況していきたいと思います。じゃあ、適当にまずスタートをしてみましょう。はい。これ、動画ではね、潰れちゃって何がね、いいんだかわかんないかもしれないんですけども、なんか、赤い虫が這い回ってます。それだけですね。それだけのゲームです。で、一応通ったところはまあ黒くなって、それが、時間経過でちょっと色が薄くなったりするよということですね。で、まあこれは本当に這い回る姿を見るだけなので、まあ、ゲームと言えるかどうかもちょっと怪しいような作品ですかね。まあ、ちょっとストップしますか。画面をリセット、数値をリセットで、あ、これ数値リセットだと、あ、これはちょっといけませんね。これはだから、これあれランダムに、あれ？なんか、ちゃんと動いてんのか怪しいですね、これは。これ、あれですかね。更新、またリロードせよってことですかね。なんか、面倒なんですけども、これ、数字を変えたりすると、確か、なんかいろいろ変わった気がしますね。これ例えば直進を100とかにすると、そうですね。みんな直進するようになります。はい。それだけです。それだけ。本当にまあ、ただ這い回るだけでね、まあ、何も面白くはないんですけども。あとこれ発生を増やしたりすると、例えば、発生を、まあ100だとここになる20ぐらいにしてみますか。こうすると、数が増えるかと思うとそうでもない。そうでもないですね。なんか忘れましたね。確かこれ数字を変えるとこの、ね、虫の発生のその、なんかとにかくいろいろなことが変化するので、それでまあ、数字を変えて、この、ビジュアル的なね、どういう、模様になるのかみたいなのを確かめるみたいな。話だと思うんですけども、ちょっとわからないですね、全然。100ぐらいにしてみましょうか。あれ、なんか減りましたね。逆かな？逆かもしれない。逆に。おお、なんか増えましたけど、これ遅くなりましたね。これ、あれ、タスクマネージャーとか今見てないですけど、こんな2012年に作ったフラッシュゲームが重くなるなんてことがあるんですかね。まあ私のプログラム、書き方がすごい、まあ下手くそなので、まあそれで無駄な負荷がかかってね、重くなるっていうのはまあわかるんですけども。どうなんでしょうね、これは。あんまりCPU がうなってるような音は今してないんですけども。ゲームの方で遅くなるようにしていたのかもしれないですね。ちょっとわからないですね。はい。で、まあ、今直進を多くしているので、こんな風に、まあ、直線主体になっているということですね。それだけ、見えればいいかなと。で、これ直進を0とかにすると、多分、ぐちゃぐちゃに回るようになるはずですね。これちょっと遅いので、やっぱりここは戻しましょうか。はい。そうですね。直進が0になっているので、多分これ、曲がる確率だと思うんですけども、さっきはだから、直進100だったので、何分の1だったんでしょうね。これ今直進が0だから、多分、毎フレーム、どれも曲がってるはずですね。だから、ぐにゃぐにゃな道になっています。はい。で、まあそうですね。まあこのゲームは、見るだけなので、まあ本当に面白いかどうかというと、まあ全然そんなこともないんですけど、まあ、体力回復とかは結局何なんですかね。自分で作ったゲームながら、あまり覚えてない。なんか、あれかな。もともとはなんか、体力だから なんでしょうね。ただこれ途中で赤いのが消えてるので、多分体力とかいうのは赤いのが何歩歩けるかみたいなことですかね、多分。はい。で、
この辺はなんか太くなってますね。太くなってるというか。これちょっとじゃあ次は直進をもう少し増やしつつ体力も増やしてみましょうか。これで多分虫が消えづらくなったと思います、多分。はい、なんかこれは、あれですね、半導体の なんか回路みたいな、になってますけども。そうですね、これは赤い虫が、だから体力が増えたので死にづらくなってますね。はい。画面端まで行ってるものが多いです。まあ一応幾何学模様としてはまあ、悪くはないですけども、まあこれを眺めて楽しいかというと、まあちょっと微妙ですかね。残念ながら感想だったら星1になっちゃうかと思います、これは。本当にまあただの観察するだけのソフトですかね。はい。まあ一応、眺めて5分10分ぐらいなら楽しめるかもという感じですかね。まあ特に話すこともないですかも。まあこのゲームはもともとまあ自分の作ったゲームの中でもあまり出来が良いとは思ってないので、まあ、こんなもんでしょう、多分。はい。まあただ一応これはまあ絵としては悪くはない感じですかね。ランダムで作ったにしては。なんかところどころに太い線ができてたりするのがまあ面白い点ですかね。はい。通った軌跡はだから、最初は割と薄くて、まあ時間経過でさらに薄くなるけども、後から同じところを通れば濃くなるということで。そうですね。あとは、なんか1マス空きでこう、何本も線が引かれるっていうのは、確かテストプレイの時にもありましたね。なんか忘れましたけども、どっかの数字設定の影響でこうなる確率が高かった気がします。こういう太いね、何ピクセルか連続でこう、道が引かれることはあんまりなくて、この1マス空きで、何本か太い筋ができるっていうのが多かった気がしてます。気はしてますというか、まあちょっと思い出しました、今。はい。この最後にやったこれはまあ、なかなかですね。初期設定をこっちにした方がいいような気がしますね。最初の設定の本当にわけがわからなかったので。はい。そうですね。あとはなんかこれ数字をもうちょっとね、簡単にこう、なんでしょうね、規則的なやつにできたりすればいいんですけども、まあなんかあんまり面白くなかったんで作り込まなかったんでしょうね、多分。はい。まあそんなところですね。まあ、ないでしょう、多分、語ることは。もっと、ゲームの説明とかね、作った時のメモとか、ちゃんとブログの記事に残してるんで、それをちゃんと見てからとか、あるいは今見ながらね、それをやればいいんですけども、もう本当にノープランで、あ、ちょっと今、なんかあんまりフリーゲーム面白そうなやつやる気になんねえから、ゲーム実況でもするか、みたいなノリでやってるので、そうですね。まあ、申し訳ないという感じで。あ、これは、あれだな、太いところも多分これ1マスですね。なんか、一つの虫で太く引かれてるので。これ今ね、ブラウザの方で多分100%じゃなくて、ちょっと拡大してやってるので、その影響で2マスのところができて太くなってるんですね。多分これは。はい。だからこれ太く見えてるのは、たまたまというかね、そのせいですね。これ今設定変えられるかな。ちょっと小さくなりますけども。あ、やっぱりそうですね。多分、これで全部動画も1マスになったはずです。はい。最初からこれでやるべきでしたかね。もう遅いですね。はい。じゃあ今日はここまでということで、ご視聴ありがとうございました。